直通観測奈良行きです。奈良県高根田中央 JR 川内平和9号地、王子、王子から先終点の奈良まで各駅に停まります。この電車は終点の奈良まで女性専用車の設定はございません。あらかじめご了承ください。新大阪を出ますと次は奈良に停まります。奈良までの途中の駅には停まりませんのでお乗り間違いのないようご注意ください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。発車後、揺れることがありますので、足元にご注意ください。
乗車ありがとうございました。まもなく花店です。お出口は左側、2番乗り場につきます。崖突線、住戸と四条畑方面、普通、四条畑行きは11時35分。着きました、同じホームの向かい側、1番乗り場から発車します。区間快速、同志山行きは11時17分。失礼しました、11時41分。同じホーム、1番乗り場でしばらくお待ちください。崖突線から JR 東西線方面、京橋、北新地、天崎方面、普通、西明石行き、11時39分、ホームが変わって4番乗り場です。大阪行き、この先、各駅に止まります。普通、急行時行きは11時41分。着きました、同じホーム、2番乗り場でしばらくお待ちください。窓から発車いたします。この列車は、直通快速、奈良行きです。山手を出ますと、高井中央、JR 川内駅は、急行時、王子、ホール富士、大和小泉、郡山、終点、奈良の順に停まります。降りの際は、車内にお忘れ物をなさいませんよう、お手回り品を確かめた上、お降りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく、花店に着きます。お出口は左側、2番鳥居の到着です。開くのに手を触れられますと、ドアに基本移動するがあります。ドアから手を離して、お待ちください。この列車は終点の奈良まで女性専用車の設定がございません。あらかじめご了承ください。お待たせいたしました。大阪行き線直通快速奈良行き、あと1分ほどで発車いたします。発車後は列車が左右に揺れることがあります。お立ちのお客様は手すり、つり革にお座りください。次は大阪行き線高井戸中央に停まります。まもなく発車いたします。高井田中央です。お出口は右側です。地下鉄線は
中央、高井田中央です。お出口は右側です。地下鉄線が右側です。高井田中央を出ますと、次は JR が地下に停まります。ドアから手を離してお待ちください。若い人がね、まあ、若い人というのが今の78、90の人、その人が年を取ってきて、病、どうどころになったんだ。で、総大さんはちょうど翌年の真裏の段々畑のところの一番下で、で、2番目が、ちょっとこれ役員さんだ。で、3番目が、これで役員さん。この3段だけが、この3段目が、次は9号地です。
お出口は左側です。大和路線は折り返です。
大和ですね、この先、八尾、新規、合唱の中に、各駅に停まります。普通、大津行きは、11時53分、着きました。同じホールの向かい側、一番乗り場から発車します。大和ですね、天候市民西区長、大阪方面。大阪環状線直通します。大和寺快速、大阪行き、11時58分、ホームで変わって、3番乗り場で。平野天童市方面、各駅に停まります。普通 JR 南部駅は12時1分。ホームが変わって4番乗り場から発車します。この電車は直通快速奈良行きです。急行場を出ますと、次は大和寺線王子に停まります。降りの際は車内にお忘れ物をなさいませんよう、お手回りにお確かめの上、ご覧ください。まもなく急行場に着きます。ドアから手を離してお待ちください。九号線を出ますと、王子、法隆寺、大和小泉、郡山、終点、奈良の順に停まります。次は王子に停まります。途中の駅には停まりませんので、乗り場時間のないようお注意ください。お待たせいたしました。まもなくの発車です。発車を揺れますので、足元にご注意ください。
Thank you.
Thank you.
挑戦だと思うと、それすっごい感じだった。昨日大阪で駿河の大阪市場に行ってみて、いいや、もうゆっくり食べよう。じゃあ8時50分
13、14、15ぐらいしかないじゃん。7、8があるよ。ああ、そうだな。どういう時期中12、13、14だよ。12、13、14ぐらいするか。終点なら終点ならです。この電車は車内点検終了後、バイト電車